愛媛 CATV、 光回線インターネットとテレビ映像サービスがセットになったお得なプラン、光 e プラン。松山市堀の内の愛媛県美術館南館で、東日本大震災13年の歩み展が開かれています。この写真展は東日本大震災の被害や復興支援の様子を写した写真、また西日本豪雨災害の復旧の取り組み状況をまとめた資料などを通して、復興支援のあり方や防災の備えを考えるヒントになればとの思いで毎年開催されているものです。会場には写真323点のほかに、園児カレンダー13枚、パネル2点が展示されています。そしてコラボ展示として、被災地の住民の生きる姿を追ったドキュメンタリー映画、一応来福のタイトルを筆で書き下ろした小林富陽さんの書画展も同時開催されています。書画展では小林さんが東日本大震災支援のお礼に、ロンドンオリンピック前夜祭で揮毫した作品を中心に18点が並んでいます。それぞれのグループでいろんな工夫してますので、一つはお茶会したり、ファッションショーしたり、花見で寅さんの映画を上映するとかいうことで、閉じ込まらないで出てきてもらって、みんなと交流して気分を楽にするというか、そういう活動はされている、そういう人もいますし、と避難所行きましたら子どもさんからですね、おばちゃん遊ぼいと言われたと。でびっくりしてですね、そんなちょっと時間もなし、そういうつもりもなかったので、ちょっとショックを受けて、でそれからは輪投げ大会をすると、で商品をたくさん持ってきてみんなに集まってワイワイやると、いろんな活動の仕方があるということを、写真通して見ていただければいいかなと思います。100円ショップで買える防災グッズというのをいくつかちょっと集めましたので、100円ショップ行かれた時には、あ、こんなのもあるなと、これ使いそうだなと、そういう気づきができればいいんじゃないかなと思います。でいずれにしましても、能登もそうでしょうけど、10年ぐらいはかかるような気がしますので、自分の出番がいろんな場面で、これだったらできるなというのはきっとあると思いますので、関わっていければ一番いいのかなと、そんなふうに思います。小林富陽は海女さんでもあるので、炭をする、そのこれ1000種類以上の世界の聖水を使って炭するんですよ。で祈りを込めて炭を吸って、無の状態で上手に描こうとかそんな思わずに、パッと筆を下ろして一気に描かれるんですよ。なので面白い字が描けるというか、津波 の、 犠牲になった児童の遺族ですね、その方の気持ちっていうのは本当に計り知れなくって、私映画を見た後でも、何にもこう言葉が思いつかなかったんですよね。もう私の力に及ばないぐらいの、苦労があって、そういうことをこう及ばないしろ理解して行きたいなっていうふうに思っています。そのことが今後 の、 被害を防ぐ助けになっていくのかなっていうふうに思っています。もうこれで終わり、これでよかったっていうことじゃないですね、東日本大震災13年の歩み展、小林富陽書画展は3月10日まで愛媛県美術館南館で開かれています。写真やパネル展示、ショーを通して復興支援や防災の備えについて、今一度家族と共に考えてみてはいかがでしょうか。